三層の、えー、遠位置の A の説明をいたします。えまずあのー、ですね、これあのー、デルタ部分をあ、スターですね、Y に変換せないといけませんので、ちょっとその説明から入らせてもらいます。えー、こうデルタがありましてですね。で、えー、まあ、ここに抵抗あるからですね。これ R ですね、R。 ああですね。それから、これ V にします。V ボルトね。えー、v ボルト。これもですね、V ボルトですね。はい。それから、ここのですね、宣伝理は I のデルタですね。そうすると、ここですね、I のデルタ P ですね。送電理はね。はい。そうしまして、こっちが今度はこういうスターですね。 えスターで行きまして、これを r オーブですね。r オーブにします。で、ここをですね、i のお y ですね。で、ここはあ i の yp と、こう,いう風に出します、えー。ちょっとこう変えてみますとね。えー、線電流ですね。 宣伝流はデルタの方があ i のデルタ。こっちは i の y。まあ、イコールですね。え、i の y の送電流ですね。はい。それから、そうします。消費電力ですね。消費電力。えー、これはですね、ルート3倍の えー、v のですね、i デルタになんですね。でこちら側はルート3倍の、えー、こっちの v ですね。あ、こっち、これ v ですね。同じく v です。v の iy。こうなりますんで、結局、これが等しいということは、えー、i デルタと iy ですね。まあ、あ、引いて言いました。これ、i の y のですね、えー、p が等しいよと。 こういうことになりますね。はい。そうしますとですね、えっ、ー、と、まず i のデルタですね。これは i のデルタ p のルート3倍ですね。ルート3倍の i のデルタ p ですから、ね、これはルート3倍の、えー、電圧 v ですね。割ることの r ですね。 はい。それから、えっ、ー、と、こちらがですね、えー、i の y は、電圧が、小電圧ですから、えー、v で割ることのルート3ですね。それで r' 出して割ると。で、今これとこれ等しいわけですから、えー、すなわち、ルート3倍の、えー、v を割ることの r がですね、 r' の、えぇ、ー、ルート3分の v と。こうなるわけです。そうすると、こう、タスキに書けますとね、えー、ルート 3vr' イコールですね。ルート3分の、えー、v の r と。こういうことなんです。そうすると、v が消えますね。そうすると、えー、ここっち書きますね。 3倍の r' イコール r になりますから、そうすると、えぇ、ー、あっとですね、r' は3分の 1r。こういうことなんですね。本題に帰りますと、えぇ、ー、書き換えてみますとね、一層分を書き換えてみますと、ここなるんですね。えー、ここが r を、 で、デルタの部分がですね、え三、ー、分の r オン。こうなるわけです。で、え一、ー、層分のですね、の抵抗ですね。抵抗は、え三、ー、分の r プラス r で、え三、ー、分の4。はい、そうしますと、 ここですね。ここ流れる電流。この、これが i1 ですから。この流れですね。これ i1 ですから。えー、i1 は、どうなるか言ったら、ここの電圧ですね。えー、ルート3分の e ですね。それを割ることの、えー、3分の 4r。こうなりますんで、これは、 ルート3分の E かけ 4R 分の3と。こうなりまして、これは 4R のルート 3E アンペアと。当一の B の説明同様にですね。に、デルタですね。 のインピーダンスですね。Z をデルタをですね、えーえー。Y のですね、インピーダンス。えー、Z の Y ですね。変換します。ね と、えー、z の y は3分の z デルタ。こうなりますので、えー、12プラス Z の9を3で割ると。4プラス Z の3オンと。こうなります、えー。そうするとどうなるか言ったらですね、えー、こう言って、こうですね。で、こうなって、 で、こうなって、まあ、まあ、こっちの層は別にしましてね。えっ、ー、と、ここが12プラスイの9音。それから、ここが4プラスイの3音ですから、えー、1層分のですね、えー、1層分のインピーダンスですね。うん、そうですね、えぇ、ー、 z の y0 にしましょうかね。えー、y0 は、えー、z の y0 は、12プラス z の9プラス4プラス z の3と、こうなりまして、16プラス z の12オームと、こうなります。そうすると、Z と、y0 のスカラー量は、16の次乗プラス12の次乗でして、これ20オームなんですね。と、送電流ですね。えー、まあ、線電流でも一緒ですけどね、スターですから。えー、えー、線電流ですね。えー、i の y0 でしょうかね。 えー、ですね。えー、i の y0 は、えっ、ー、と、電圧です。電圧は、えー、総電圧ですね。ルート3分の200ですね。それを割ることの20ですから、えー、ルート3分の200かけ、20分の1ですね。そうすると、これは、えー、ルート3分の10アンペア。え、今度はですね、ちょっと、書かれてみますとね、 えー、こうあって、これをですね、さらにまたデルタに変換するわけですね。こはい。で、ここ、これですね。ここが i2 になるんですね。ここ流れてる電流は何ぼこいだこれですね。えー、ルート3分の10アンペアが流れてるす。そうすると、えー、i2 はですね、どうなるか言うたら、えー、ルート3分の ここですね。えー、これ、えー、i の y0 ですね。i の y0 になりますから、これは、ルート3分の10を割ることのルート3と。こうなります。そうすると、ルート3分の10かけ、ルート3分の1ですから、3分の10で、3.3アンペアこういうふうになります。